はい、今回は念願のジブリパークに行ってまいりました。おー、いやー、もう待ちに待ってたな、これは。待ちに待ってたね。いやー、もうどんだけ楽しみにしてたかこれはね、本当はジブリパークは11月オープンだけど、うん、愛知県民の招待枠にダメ元で頼んでみたら、うん、まさかのなんと当たってしまい、いやー、ほんまにエリンゴの運よ。俺は全部外れたけど。ね、全部外れたね。そう俺は全部外れたけど、エリンゴがね、一個当ててくれたから。いやー、びっくりした。そうそうそう、多分あれだね、一番人気のない入場時間あー、まあそうね、一番最後の入場時間やったな。あ、そう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 。いやー、だけどそれでも、いや、当たるのはすごいねー。で、今回あれやったっけ、ジブリの大倉庫やったっけ。あ、そうそう、一番大きいところだね。うんうん、なんか4つぐらいエリアがあって、そうそう、どんどこ森っていうトトロの広場と、うんうん、あと、あの、何やったっけ、忘れちゃった。風の丘やったっけ、忘れたな。違う違う、耳をすませばの。あ、耳をすませばの地球屋。あ、そう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 、地球屋のエリアと、うん、あともう一個が、あの、ジブリの大倉庫っていう本当に一番大きいエリア、うんうんうん、で、今回はジブリの大倉庫に行ってきます。せやったな。いやー、まだ出てへんけど、まだが映像には出てきてへんけどほんまによかったよな。よかったよかった。いやー、もうやっぱね、なんか世界観の作り込みはすごいなと思った。細かかったよね。いや、そうそうそう。で、ここの入り口、うん、入り口でさ、こんな綺麗やったっけっていうぐらい綺麗になってた。綺麗になってた、綺麗になってた。いや、ほんまになんかテーマパークになってたよな、うん、ほんまに。いや、ほんとなんか、いつ毎月だっけ、3ヶ月ぐらい前、半年ぐらい前、うん、なんかこのさ、後ろの丸い建物とかもなかったもんね。ない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 、こんな綺麗になってるとはほんまに思わんかった、うん、ねえ。もう入った時からテンション上がる。後ろにね、サイクリングロードの行き道があるんだよね。あ、うんうん、サイクリングロードはまだあったな、うん、あ、で、これ中しかショップないんかなと思ったら、外にもショップあってな。あ、ね、そう、最初に寄ってもうてるけどここでもちゃんとなんかジブリのお土産買えるようになってたね、うん、そう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 、可愛かった。あ、で、これあれやな、よく宣伝とかで見る、うんうんうん、これはもう誰でも乗れるエスカレ、エレベーターか。あ、そうだね、うん、いや、ここの通りもさ、もうこんな感じになって、もう、うん、ユニバやんなんかちゃんとなんかエンターテイメントの施設になってたよね。あ、で、これ、これ動くさ、ロボット兵おってさ、ね、びっくりした。これも何、入る前にもこれでテンション爆上げやったもんな、うん、え、あれはさ、巨神兵じゃないの、また別なの。巨神兵はあれやな、あのナウシカのやつ、うん、あれロボット兵やな。え、一緒だと思ってた。あ、違うのよ。あ、そうなんだ、うん、あ、でもう来たわ、大倉庫、ね、自分の大倉庫に。そう、もうこれほんまに世界観がすごかったよな。で、これ動画撮れへんやろうなとか言ってたら、うんうん、結構撮れるとこ多かったな。ね、そう、ちゃんとね、撮影 OK なエリアとダメなエリアが分かれてて、うんうんうん、てか、あんまり撮ったらあかんとこばっかりなんかなと思ったら、うん、ほぼ撮ってよかったよな、うんうんうん、まあ、そのちょっとセル画とかさ、そこら辺のちょっとなんていうの、貴重なところは撮れへんかったけど、うん、あ、で、この左のやつが入れんかったけど、何やったっけ、これはあの、なりきり展。あ、なりきり展か、うん、あ、なんかそう、名場面なりきり展だったかな、うんうんうん、あの千と千尋のワンシーンで、うん、あの顔なしと一緒に写真が撮れたりとか、あのシータが上から降ってきてるところを、あのパズーみたいになって受け止めれるみたいなのをなりきりでできる、うん、いや、だけどなんかもうそれ1時間半待ちぐらいですって言われて、それ待ってたら俺らもうあれ閉館時間になるから、もうそれはもう諦めてんな、泣く泣くね。なあ、んで、これは今広場を通って映画のところやな、うん、ミニシアターで、そう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 、ジブリの作ってるなんか映画を見れてね、うんうん、15分ぐらいの短編あり、そう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 。で、このチケットがまた可愛かったんだよね。入り口でチケットもらえてな、うん、ぜひ見てくださいってね、めちゃめちゃ良かった。なんか言ってたよね、なんかナウシカの地上絵なんだったっけ。ああ、そう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 、オープニングでな、あの、なんていうの、オープニングで出てくるあの昔の絵みたいな、うんうんうん、感じのやつが書いてある、ね、あ、で、これはあれやったっけ、
企画室やったっけ。いやこれはもう企画展終わって、企画展終わったっけ、うん、これはなんかもうこれまでの歴代のポスターと、あーそうかそうか、あとあれじゃない、あの歴代のさ作品、うん、ビデオとか CD とかに繋がってるろうか、あーそんなあのせやな、あの各国のポスター一覧みたいなやつがあったよな。そうそう、あせや、企画展はあれやな、撮影禁止やったから、うん、いやだ企画展が良かったのよね。食とジブリって、そうジブリに出てくる食は全部美味しそうだもんね。いやほんまほんま、ご飯に特化してた、うん、あの絵とか、うんうんうん、絵のなんていうのその考え方とかな、うんうんうん、ワインの揺れ方とかなんかそこら辺も全部見えて、ね、もうあそこだけで一日潰すそう。いやめっちゃ良かったほんまにだからジブリのご飯美味しく見えるんだっていう。いやもうあれはここまでねこだわってたらそれ美味しくない。あーでこれ猫バスおってんな。そう猫バスがいましたな。今見てもさもっちりもふもふでめっちゃ可愛い。いやほんまにで大人も中に入れるとは思わんかったよなこれ、ね、猫バスの中に入れんねんで、ね、やばない、ね、もうこれはなここで俺死んでもいいとか言ってマジでそうよ。そうあのブーさんはあのジブリの大オタクですお気づきかもしれませんが、いやほんまにほんまにいやエリンコさ 歩いていくの早すぎてさもうちょっと見たいのにとか思いながら、だって私はもうさ時間も気にしてるからさ。いやそう時間がな、そう、いやーこれあと3回ブーさんがずっと止まってるから早く行くよいやこれもさあの白のさその式紙がこう、ね、貼り付いてたりさ、お土産で買っちゃった式紙の、そうそうそう式紙なお、でこれがちゃんと大倉庫っていうところがあってな、うん、そうでこのね猫なんだろうっていう、これなんなんやろうな、うん、多分その今までジブリの展示とかで、うん、その使った展示物が全部しまわれてるところやったな、うん、ねえ、そうそう大倉庫って本当になこうやって歴代にいろいろ公開してきたものを、うんうんうん、なんか大公開してくれるんだ。いやそう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 、あの猫バスおったりな、ね、でなんか違うバージョンのこの猫バスじとめのいやそうそうじとめとかでタイガーモス号とかあって、タイガーモスは何の作品なんやっけ。えあれあれよラピュタやな。あラピュタねあでこのセル映写機か、うん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 、とかあってすんげーでかい機械とかあってな、ね、昔は本当にこれでね一枚一枚撮ってアニメーションにしてたんだっていう。いやそう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 、あんでこれアリエッティな、ね、もうなんか小人になった気分になったよなこれな。ほんま何もかもがでかくてな、めちゃめちゃ良かったほんまにこれ、ね、作り込みがすごい、そう屋根裏のこのね、おいやほんまにアリエッティもな。エリンゴ見たか。見てない。見てないんか、うん、あの髪をさ、うん、洗濯バサミで留めとることしか知らない。あれかわいいよな、うん、あんでこれアリエッティの広場みたいな感じになっててな。ここもねなんかここが一番小人感感じれたから。あそうよね、うん、でここら辺のちょっとした道路も道路というか通路もさ、うんうん、これ千と千尋風になっててさねー、なんかここもなんて言うんだろう、なんかエモくなる。いやほんまほんまほんまめちゃめちゃ良かったで、めっちゃ良かった。でお土産屋さんもさもうなんか見たことないようなさ、そのナウシカのプラモデルとかあったりしてさ、うん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 、あやばいエンディング流れてる。早かったんだよね本当に。いやほんまにほんまに3時半に入って閉館5時だったから、うん、いやそう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 一瞬だった。いや1時間半で見終わるわけないやと思ったもんな。いや終わらなかった終わらなかった、もっとじっくり見たかったし、ま、いやほんまほんままた予約していかなあかんなこれ。今度からあれは抽選ポチポチ戦争に勝たないといけないから。で一番早くて1月やったっけ、うん、いやーだけどそれでも絶対に行きたいなこれは。行きたい。あと行けてないのカフェな。カフェもあったんだよね。カフェも心の中にあってんな、うんうん、そうそうカフェも行かなんかやりたいこといっぱいやなこれ。ほんまよこれ国立高坂かな。うんうんうん、いやほんまにもっと見たいけど、ね、時間が
走ってる走ってる。いやほんまに人どんどんおらんくなってさ、やばいやばいとか言いながらな、ね、だってエンディング流れてたけどこの時点でまだ教新生とも写真撮ってない。ユバーバーもなんか言うって聞いてるみたいな。そう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 。でお土産屋さんでもお土産買わないといけないけど5時に閉まる。いや、やばいやばいって言ってみんなもうみんなパタパタ動いてた。みんなそう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 。あーでほんまによかったわこれ、ね。でお土産屋さんに向かっております。でそうそうここら辺にね湯婆婆がこう仕事してたりな。あんでこれお土産屋さんね。お土産屋さんでもさ、うん、ここだけで2時間ぐらい折れそうやったよな。いやほんと細かく見てさ、うん、なんかペチャペチャ喋ってたらさ、いやほんまほんまほんま、あ一個一個さ見てコメントしたかったの。いやそれな、いやほんまほんま。これもう全部良いお土産。いやほんと、なんか今思ったらさこれめっちゃ欲しい。ああこのマゲワッパの弁当箱。だけどこれあれよ、もうここの大倉庫に入らなこのショップ行けへんからさ、ね、もうなかなかあれよ、レアよこれは。くー3万円のオウム欲しいな。高ー、いらんいらんいらん。いらんいらんいらん。あでこれ歴代のポスターよ、ポスター。あポスターもちゃんと買える。いやほんまほんまほんま、うん、めちゃめちゃいい。あでこの T シャツもさ、うん、もう可愛いのいっぱいあってさ、お金が許せば、はい、あ終わってまた夢が、俺の夢が終わった。夢タイム終わってしまった。いやーだけどほんまになんか大満足やったよな、ね。しかもここのさ、うん、大倉庫だけでこの満足感やったらさ、うん、残りどうなんのと思わへん。残りどんどこ森とかさ、どんどこ森とかちょっと未知だよね。あのいや、まあ、かわいいポトロがいるってことしか知らない。そう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 、うん、まあ意外となんか外にもさ、うん、その中に入らへんでもちょっとジブリ要素が何個かあったり、うんうんうん、ちょっと今回見つけられへんかったけどなんかベンチみたいなのがあんねんな。あそう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 、ベンチになんかみんなの忘れ物って言って、うんうんうん、いろいろ置いてあるらしい。そう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 。何が置いてあるんかは俺あんま見てないけど、そうそれはでも探してからの楽しみだから。またあれやな、そのモリコロライド来た時にちょこちょこっと探して回ろうか、うんうん、おで、はい帰ります。申し訳程度の自転車要素です。いや本当に。でもねそれで言うと本当に名古屋市内から長久手まではずっと緩やかな坂道だから辛いんだけど、うんうんうん、やっぱり最初に来た頃よりかはね全然楽に登れるようになっていて。いやほんまほんまほんま、スイ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 行ってびっくりしたわ。あんでこれ買ったお土産ね、開封。大鳥様大好きすぎやろ。いや大鳥様可愛すぎる。いやわかるで、あそこハクド好きがな。おで俺はヤックルの一番高かったヤックル。あお土産の中でな、俺らのお土産の中でな。ヤックルだけどこれ5000円ぐらいやったやろ。高、まあ、まあ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 あれ。あしかもヤックル映らんっていう画像で。いやこの後に画像で補うやつ、そうそうこの後のあのアディショナルタイムのところで。あ時間終わったからどんどん入れるかのやつに入るわ。で自転車こいでなかったごめんなさい。いやだけどまあ今回はもうジブリパークに行くっていうのが目標やったから、目的やったからな。あ確かに、うん、まあまあ楽しく過ごせました。はい、いやまた行こうなほんまに。いやほんと今度はね2人の運を使って。いやせやな、もう頑張るしかない、うん、よしじゃあまた次はあれやな、ちょっとカフェライドぐらいでもするか。えいいっす。ではありがとうございました。